リヒャルト・ハイドリヒは、ドイツの軍人。第二次世界大戦時のドイツ空軍降下両兵の指揮官として知られる。リヒャルト・ハイドリヒは、第一次世界大戦中は、志願兵として戦い、士官となり、一級鉄十字章を授かった。戦後、彼は、ワイマール共和国時代も陸軍に在籍し、不評畑を歩んだ。1938年、不評化の中で、 パラシュート部隊を編成し、少佐としてこれを指揮した。彼と部隊は1939年1月1日をもって空軍に編入された。未だ編成初期段階の高架両兵部隊は、第1高架両兵連隊が2個大隊で編成されていた。ハイドリヒは第7航空師団へ移動になったがすぐに空軍を離れ、第514不評連隊を指揮して、 フランス戦線で戦った。1940年6月に、クルトシュトゥデント将軍は、なんとか、ハイドリヒを空軍に復帰させることができ、ハイドリヒは後に彼自身が指揮して、クレタ島の戦いで先行を挙げる、第三高下両兵連隊を編成した。1942年11月、東部戦線に配置された第一高下両兵士団を、指揮した。 連合国軍のイタリア本土上陸の後に第一、高下両兵士団は最も激しい戦い、特にモンテカシーノの戦いに遭遇した。ハイドリヒ指揮下の士団の主要部隊はアンツヨの戦いにも参加した。第愛高下両兵軍団指揮の将軍として、ハイドリヒはイタリア全土からの軍団の撤退を監督した。 ハイドリヒは1945年5月2日にアメリカ軍の捕虜となった後に英軍に引き渡された。1947年12月23日にハンブルクベルゲンドルフの病院で死去した。ありがとうございます。